きますよ。誰？なんだやつこれ。まだ、ね、俺妹だっけ。いや、できたね。俺の妹が田中彩香。はい。あー、山さんが買ってたやつ。そう。ミドルとか食べてたね。いや、醤油系だ。意外だけど、自分で稼いだ金で集めてるんだろ。だったらお前も買ったじゃん。多いな。そう思う。本当に？まあ、人の目なんか気にすることねえよ。俺だって驚いただけで、馬鹿にする気はないから。そっか。だよね。たまにはいいこと言うじゃん。笑いむず。笑いむず。ダメじゃん。本番入る。やっぱり、私がこういうの持ってるっておかしい？あ、いや、確かに意外だけど、自分で稼いだ金で集めてるんだろ。だったらお前の勝手じゃん。そう思う？本当？ああ、人の目なんか気にすることねえよ。俺だって驚いただけでバカにする気ないから。そっか、だよね。たまにはいいこと言うじゃん。難しいもん。面白いできたよ。やっぱり私がこういうの持ってるっておかしい？あ、いや、確かに意外だけど、自分で稼いだ金で集めてるんだろ。だったらお前の勝手じゃん。そう思う？本当？ああ、人の目なんか気にすることねえよ。俺だって驚いただけでバカにする気ないから。そっか、だよね。ふっ、言うじゃん。なんかマルコ面白いな。マルコのすごさが